本日ご紹介するのはこちらマックスウィンさんからリリースされておりますチデジチューナーになります。で、今回はこのチデジチューナーを使ってテレビキャンセラーを使わずともテレビが見れる方法、またテレビキャンセラーを使わないことによるメリットについてのご紹介をしていきたいと思います。で、今こちらテレビを映しているんですけれども、実は今これはマックスウィンのチデジチューナーを使ってテレビを映しております。ですが、直接このディスプレイオーディオにつなげているわけではなく、こちらまあ、このようにネットを見たりとかができるこちらになります。見覚えのある方もいらっしゃると思うんですけれども、こちらはオッドキャストのピカソー2プロという AI ボックスになるんですが、これを使うことによって、まあ、ネットもできたり、で YouTube もできたり、Google も見れたり、Google マップも見れたり、オッドキャストのピカソー2プロから HDMI のイン側の接続端子がつくようになって、まあ、この機能を使って、このような形で、テレビを映して、地上波を見るという、まあそういった使い方を今、私はしています。まあこれによって、何がメリットがあるかと言いますと、テレビキャンセラーをつけなくても、テレビが見れてしまうということなので、まあ例えば、純正ナビ、テレビキャンセラーをつけてしまうと GPS が受信しなくなってしまうので、このナビ自体がまあ使えなくなってしまうということがあります。さらに以前の動画でご紹介してるんですけれども、運転支援系アドバンストドライブが使えなくなってしまったりとか、まあ、そういったことがありますんで問題があるということになります。ですが、こちらはこのAndroid 端末の中で地上波を映すということになりますので、テレビキャンセルをせずともテレビが見れてしまうと、そういった使い方を私はしています。作動の検証は後ほどさせていただくんですけれども、今回テレビキャンセラーもつけていますので、まあそれとのまあ比較の観点でまあお見せをしていきたいと思います。まずはマックスウィンのチデジチューナーの紹介をしていきたいと思います。はい、今これ私助手席のこのシートの下に入れてるんですけれども、まあ、こちらがマックスウィンのチデジのチューナーになります。で、すごく感度が良くて、これ4チューナーなんですけども、まあ、1、2、3、4と4チューナーなってるんですけれども、私これにまあ2チューナーしか使っておりません。後ろだけアンテナをつけてます。それでもこの停止状態でもしっかりとチデジを受信してくれて、先ほどのようにテレビが見れるといったかなりの感度を持っているチューナーになっております。こちらはすごくいいものになっているなということをまず一つ実感しているところです。で、この3つの RCA ケーブルがついていて、で、私はこれ今回の AI ボックスで使う場合は、この RCA から取り出して、で、分配器があるんですけど、その分配器を使って HDMI に変換しないと映らないので、RCA ケーブルを使っています。まあ、通常の使い方でしたら、こちらの HDMI の出力、これもマックスウィンのチデジチューナーには付いているので、まあこれを使うということになるとは思うんですけれども、まあテレビキャンセルをしないでってことになると、AI ボックスが必要になるので、まあ RCA ケーブルに分配器を使って、で HDMI に変換するというやり方になってくるかなと思います。で、それからこちらは電源になります。で、これがリモコンの受光部というものです。で、電源のランプとミニ B キャスカードというのがついています。で、私の取り付け方法なんですけれども、この助手席のこの下のところが
目視に関しては空いてるんで、まあ私の場合は、このシートの下に入れてます。で、ここの下、これかなりコンパクトになってるんで、設置もすごくしやすいです。まあ、この中に入れちゃいます。で、先ほど少し触れましたけれども、これが分配器になってます。で、この RCA のこのケーブルっていうのが先ほどの MAX-3 の地デジチューナーにつながっていて、出力されて、まあ、インプット。で、この HDMI のアウトプットを通して、AI ボックスの HDMI のイン側につながっているということになります。で、これによって HDMI 入力の機能というのが使えるようになります。HDMI から HDMI につなげちゃうと、なぜかつながらないといった事象がちょっと今起きているということになっています。で、あとは、こちら。発生機材があるんですけど、ここに私は、このリモコン、こちらが付属のリモコンになるんですけれども、この受光器をここに取り付けています。まあそうすることによって、こう、操作性というのも非常に良くなっています。まあこういった取り付け方を行っていると。で、アンテナに関しては、リアの窓ガラスに貼り付けをして使っているといった状況になっています。はい。それでは、こちらの作動確認ということで行っていきたいと思います。今、こちらは、走行している状態で、まあ、テレビが映っています。通常の状態ですと、走行中はテレビが見れないといった状況になります。まあ、そちらも参考までに、紹介しておくんですけれども、まあ、これが通常の状態です。で、テレビをここで選びます。はい、このように。このように止まってる時はテレビが見れる状態なんですけれども、動いてしまうとテレビが映らないというのが、まあ、通常の純正ノーマルの状態になります。今動き出しましたので見ていただければと思うんですが、このように動き出してしまうとナビに切り替わってしまったり、で、今この状態でテレビを映そうとしても走行中は起動できませんっていうことで出てきてしまうというのがあります。で、これを、この不満を解消するために、まあ一般的にはテレビキャンセラーというものがあったりとか、まあ今回私がご紹介する AI ボックスの HDMI のインカーの接続機能を使ってテレビを見るといった方法があります。で、まずは、こちら、一般的なテレビキャンセラーを使ってテレビを見るというものなんですけれども、このスイッチを押すことによって、はい、この形で動いている状態でもテレビが見れるというのが、テレビキャンセラーになります。ですが、これ今テレビが見れている状態ではあるんですけれども、実は問題というのがあって、ここを押していただければわかるんですけれども、このように今純正ナビが使えないといった状態になっています。これ今走って進んでるんですけれども、ここのカーソルの部分が動いてないのがお分かりいただけるのではないかと思います。テレビキャンセラーを入れている状態ですとテレビは見れるんですけれども、この純正ナビが機能しないということがありますので、まあ一般道高速問わず純正ナビが使えなくなってしまって迷子になる恐れがあったりであるとか、以前の動画でもご紹介していますが、高速道路でアドバンストドライブを使いたいという時に高速道路を分岐していないといった状態になった時にはアドバンストドライブが使えなくなるという、まあ、そういった問題がテレビキャンセラーを使っていると起こると、まあ、いうことになります。でそれを解消するためにもう一つの機能というのが今回の私の機能になっています。
で、一度テレビキャンセラーもう一度オフにします。そうしますとこのように再度ナビが認識し始めます。この状態で少しこう狂ってるわけです。そうしますとアドバンスドライバー効かなくなるっていうことが出るんですけど、でまたこう戻るわけなんですけれども、まあ、こういった状態になると、まあ、いうことになります。で一方でもう一つのパターン、私の今回のパターンなんですけれども、 AI ボックスを使った地上波の見方ということなんですが、こちらです。でそれがこの HDMI の入力端子というものです。で先ほどと同じ手順で比較をしていきたいと思うんですけれども、まあ、まずはスタートした時にテレビが見れるかどうかということ、それからナビが狂っていないかどうかという観点で見ていきたいと思います。でもちろん今テレビキャンセラー使ってない状態なんですけれど、普通にテレビが継続して見れるということになります。さらにナビを見たいといった場合、このようにナビ自体もしっかりと作動してくれるようになりますので、道に迷うということもありませんし、運転支援系が誤作動するということもないということになります。それによって純正ナビの機能を来たすことなく、また運転支援系誤作動を起こすことなく、移動中でもテレビが映せるという非常に大きなメリットがあるということになります。あとこちらの地デジチューナーなんですが、非常に感度も高くて、まあ、走行中を見ていただいててもあまりこう途切れることもありません。で私後ろのアンテナ2本しか使ってないんですけれども、まあ、それでも十分綺麗に映ってくれますんで、まあ、必要十分ということになります。で今こちらは教育テレビになっているんですけれども、例えば、まあ、日テレももちろん映りますし、テレビ朝日ももちろん映ります。で TBS ももちろん映りますし、でテレビ東京ということで、しっかりと十分な受信をしてくれますので、まあ、テレビも普通に見れてしまいますので、もう十分すぎる性能を持っていると言ってもいいかと思います。はい、ということでこちらの地デジチューナーの必要性というのが少しお分かりいただけたんではないかと思います。特に AI ボックスを使って地上波を見るということにおいては、まあ、この MAX インの地デジチューナーというものが必要になるということになります。それによって純正ナビや運転支援系が支障なく使えることになりますし、かつ AI ボックスはネットの環境等もありますので、ネットを見たり地上波を見たり切り替え等も操作パネル上で行うことができるということもありますので、非常にスマートに使えるようになるということで、こちらの地デジチューナーは非常に有効的な機能を持っているということが言えるかと思います。もう一つ大きなポイントというのがあって、地デジチューナーを自分で取り付けられる人はいいんですけれども、まあ、自分で取り付ける自信がないという方にとっては非常にメリットがあるんではないかと思います。ディーラーで地デジチューナーをつけてもらおうと思うと、このマックスウィンの地デジチューナーが変えてしまうぐらいの費用がかかってしまいますので、まあ、そういった意味においても非常にこちらの地デジチューナーというのは価値ある一台になるんではないかと思います。はい、ということで今回はこちらのマックスインの地デジチューナーご紹介いたしました。商品の詳細は概要欄の方に貼っておりますので、ぜひ興味のある方はご覧になってみてください。また次の動画でお会いできることを楽しみにしております。それでは失礼をいたします。